皆さんこんばんは、稲村と申します。今日は3つの点でお話をさせていただきます。すいません、ちょっとふざけた話になってしまうんですが、まず1つ目、森雅子さん、あえて大臣とは言いません、あなた弁護士ですよね。私が特定秘密保護法違反で逮捕された、もし容疑をかけられたらあなたに弁護を依頼いたしますので、なぜならあなたは特定秘密保護法の第一人者ですよね。私をクライアントとして認めて弁護してください。よろしくお願いします。2つ目、先ほども皆さんお話ありましたように、今日参議院議員会館を回らせていただきまして、印象に残った方2名だけお話しさせていただきます。まず1人目、徳島県選出の中西雄介さん、あんたひどいよな。若い長身のイケメンの物腰の柔らかい秘書さんが出てこられて、私たちの話を真剣に聞いてくれた。あなたは自分の部屋に戻ってきました。でも私たちがいるから入室するのを躊躇してませんでしたか。そしていきなり入ってくるなり無作法の対応で、そして電話のベルが鳴りました。多分誰もいなかったんでしょう。だったら自分で出りゃいいじゃねえか。それを秘書に出ろと言い、その電話を口実に追い返せという態度を取りましたよね。中西雄介さん、覚えとけよ。2番目、みんなの党の小野智郎さん、あなたは今回の国家安全保障に関する特別委員会委員ですよね。みんなの党政策室の方が出られて、まあ最初は仏教論の対応で何しに来たんだと、はっきり言って不愉快に思いましたよ。でもこういうふうに言ってやりました。小野さんってあれ、安倍さんの秘書官でしたっけ。いや、小泉です。あ、そうですか、そうですよね。それで郵政解散で山梨から出られて当選して、次に自民党として山梨で負けて、それでみんなの党に鞍替えして参議院に当選した。ということはこの次無作法なことをやると自民党にも出の取れないし、あなたの政治生命って終わっちゃうんじゃないですかって、ちゃんと言っておいてくださいねと。そしてあの方は警察官僚出身ですよね。だから私は今回の秘密保護法に関して賛成ではないかということで、皆さん傍聴に行ってください。小野さんの動きを注目してください。ちゃんと審議に参加しているか、委員会室の出入りが激しくないか、くだらないやつ飛ばしてないか、審議に対して真剣かどうか。小野次郎さん、私の傍聴行きますからね、見てますからね、よろしくお願いします。そして3つ目、この話の途中で非常に不適切な表現がありますが、それは私稲村として個人的に責任を負いますので、抗議は何か全部受けますから、ツイッターでも何でも直接言っていただいて結構です。これは先週の月曜日、中部電力が入っている日本プレスセンターの前、また、先日の、渋谷ハチ公前の場所でも言わせていただきましたが、先々週の日曜日、先週ですね、私が大嫌いな宮根誠司さんがやっている、ミスターサンデーという日曜日の10時からやる番組で、こういう場面があったんです。青森県の農業高校の生徒さんが保健所で処分されてしまう、つまり殺処分されてしまう犬、その命が非常にかわいそうだということで、その骨を砕き肥料にして花を育てている、そういう活動をしている。その花を犬を飼っている飼い主さんに渡して、どうぞあなたが飼っている犬を捨てないでください、見殺しにしないでください。つまり犬は野良犬が減ってますから、結局飼い犬なんですよ。そこで私の2匹野良猫をたまたま縁あって飼っているものですから、非常に考えてしまいました。救われる命と奪われる命の運命の境目って何なんだ。救われる命と奪われる命、
そこにいる記者クラブの皆さん、そしてここにいる警察の皆さん、あなたたちだって同じように天秤にかけられていませんか。特に警察の皆さん、線量計持ってますか。そしてこれから不適切なことを言いますが、福島の今の状況、これは救われる命ではなくて奪われる命の方ではありませんか。なぜかというと放射線が高く癌も出ている。そういう中で特定秘密保護法というものが出れば、これは後々集団的自衛権という形で我々世代ではなく我々の子供、もしくはこれから生まれてくるであろう命、その子供たちが知らない間に戦争に駆り出される危険性がある。知らない間に、つまり何も知らない犬たち、猫たちが救われるのか、命が奪われるのか、わからない。その状況と同じじゃありませんか。そういう状況の中に、これからの子供たちを私たちは送りつけていいんでしょうか。そういうことを今の国会議員たちはやっていいんでしょうか。もう一度言います。救われる命、奪われる命、これが自分の努力、もしくは自分の発言、そういったもの、意見を言うことなく、聞き入れられることなく、秘密裏に物事が進んでしまう。警官の皆さん、例えば福島に10万ベクレル、20万ベクレルって土があちこちにあるんですよ。それをポケットに入れて、その辺にばらまかれる。電車の中に高濃度の汚染の土を持っていたって今わかりますか。もしかすると電車の中で皆さん被爆してるかもしれないんですよ。ということは、無理やりでも警察官、公安の方、あるいは鉄道職員には線量計を持たせる、そういった政策を取らなければいけないのに、そういうこともやっていない。今知らず知らずの間に秘密保護法が施行されると同じなんですよ。知らない間に見捨てられる運命なんです。我々はそういうことの状況の中で輪をかけるような、知ることを、知る権利を奪われる、こんな秘密保護法なんて通していいんでしょうか。もう一度言います。奪われる権利、救われる命、奪われる命、そしてマスコミの皆さんに言いたいんですけど、本音言ってください。科学技術、原子力技術の発展のために福島県民が犠牲になるんだったらなれって、がんになるんだったらなれって言うべきなんですよ。その上で言いたいことを言えるマスコミの皆さん、はっきり言ってください。福島県民が犠牲になれって言うんだったら言ってください。中途半端なことをしないでください。知る権利が保障されている今のうちに、あなた方は賛成してるんでしょう。秘密保護法言えるときに言ってください。はっきりさせましょう。よろしくお願いします。